こんにちは、佐藤圭です。今回もやっていきましょう。知らないとやばい英語2級単語シリーズですね。その2、動詞編をやっていきます。まあ、前回からね、1から15までやって、今日16から30なんですけれども、ぜひシリーズもんでね、楽しんでもらえたらと思います。2級持ってるよっていう人でもね、すごくためになる動画にしていきますので、単語文苦手とかね、しっかりと動詞の読み方、考え方、使い方、復習したいなという人にとってうってつけの内容になっておりますので、ぜひ楽しんでみてください。では早速16番からいきましょう。これチャレンジ、まあ、挑戦するっていう意味はもちろんあるんだけど、それ以上に大事なのがチャレンジ何々で何々に異議を唱えるって意味があるんですよ。例えば I will challenge his idea とか、私は彼の意見に異議を唱えるっていう時にチャレンジ何々っていう使い方をします。この意味の方が結構出てくるので、異議を唱えるっていうね意味を知らなかった場合はぜひ押さえておいてください。次、cause、 これは引き起こすって意味があるよね。で、名詞も同じ形してて原因って意味があるんですけど、この cause がまた重要なので読解とかでよく出てくるから、ぜひこの同意表現で押さえていきましょう。何々を引き起こすって意味だよね。 bring about、 give rise to、 lead to、 result in、 end in、 あと cause、こっちかじゃない、 cause と generate、 はい、これ全部引き起こすっていう意味があります。まあ若干ね使い方違ったりするものあるんですけど、とりあえず全部引き起こすっていう意味だから、これセットで押さえておくといいかなという感じですね。で、全部この引き起こすっていう意味で、この左から右の矢印みたいなイメージで押さえておくといいかな。なんか因果って感じね。原因がこっちにあって、主語に原因があって、その後ろに出てくるのが結果であるという感じです。例えばすごく頑張ったから大学に合格するとかいうようなものが出てくるイメージね。なので因果の矢印が bring about、 give rise to、 lead to、 resulting、 ending、 cause、 generate と、まあ、引き起こすって訳でいいかなと思うんだけど、何々をもたらすとか何々を引き起こすとかね、これ全部重要なので押さえていきましょう。 bring about、 give rise to、 lead to、 resulting、 ending という感じ。あと cause、 generate ですね。次、ジャージ番、compare A with B。 このダブルスラッシュは with、 一緒にの with ですね。 A と B を比較するってことですね。 A と B を比較する、 compare A with B。 次、19番、 contribute to、 これもよく出てくる単語なんだけど、貢献するっていう意味でね訳を出てくるんですけど、実は貢献するっていう意味で使われることはないんですよ。これも実はこのグループで、この contribute to っていうのは何々を引き起こすっていう意味だから、こっちにちょっと書いておきますね。 contribute to、 これも一緒、引き起こすっていう意味なので、何々貢献するじゃなくて、何々なんか物事を引き起こすとか、何々を引き起こすっていう意味で訳語を作ってあげるといいかなと思います。いずれにせよ左から右向きに、左から右に向かって矢印をね、つけていく単語なので、何か原因があって結果が起こるという感じだ。そう、貢献するっていう意味になったりとするんだけども、どっちかというとなんか引き起こすっていう意味になる方が多いので、コントリビューっていうね押さえておきましょう。次、ディテクト、これは見つけるっていう意味ね、感知するとか見つけるっていう意味、ディテクト。次、devour、 これガツガツ食うって意味があるんだけど、そのことどうでもよくて、これ結局 eat と一緒だよね。めっちゃ食うって意味で一緒だから、まあ、eat で OK です。 devour ってのはむさぼり食う感じね。別にそこまで抑えなくていいんだけど、何かを食べるっていう、よりこの eat よりもなんか雑に食う感覚、ただ方向性は eat でいいから、まあ、食べるっていう訳語がね分かってれば OK です。ガツガツ食うとかむさぼり食うとか、そこまで覚えなくて大丈夫です。まあ、みんながこのディバウアーという単語を使うことほぼないと思うので、見て聞いて分かれば大丈夫です。なんか eat っていう方向性は合ってるから、まあ eat と同じように覚えちゃえば OK。 だ、単語帳とか開くとさ、自分が使わない単語で意味が出てくることあるじゃないです か、 だからそれでやるから覚えづらいんですよ。自分が使う表現で覚えてしまうっていうのが鉄則なので、単語帳とかやるときに訳語をね自分なりに変えちゃうっていうのは結構ありかなと思います。で、次ですね、これ prevent、 これは妨げるっていう意味で、これちょっと消しますね。 prevent、 妨げる。で、プリベントの語法言えるかな、皆さん。さあ、いきますよ。プリベントは、まず、プリベント A from ING。これをまず知らなきゃいけない。はい、で、プリベントには他にも同じ語法があって、プリベント、keep、stop。あと、準1級レベルだけ一応書いてある、hinder ですね。プリベント、keep、stop、hinder、A from ING。で、A が ING するのを妨げるって意味があります。なので、ただ人がタバコを吸うことを妨げるとか、人もタバコを吸うところを妨げるとかね、彼は
A さんが何々するのを妨げるとか、まあ、邪魔するみたいな感じね。妨げるって役でもいいし、邪魔するっていう役でも別に大丈夫です。まあ、邪魔する系の単語はいろいろね、あるんですけど、disturb とかね、あの他にもいろいろあるんだけども、とりあえずこれよく出てくるので、prevent, keep, stop, hinder, a from, ing、この形をしっかりと押さえておきましょう。では次ですね、encourage, to, to, v、 これも人 to, v という形を取るよっていうので、励ますってことだね。だから to, v するように人に励ますよということだね。prevent, あ、prevention、encourage, 人 to, v という感じ。次、comprehend、 これは理解するっていう意味で、これもね、どういう表現がありますので覚えておきましょう。comprehend も重要なんだけど、他にも重要なのがいっぱいありますよと。make out、figure out、 make out、 figure out、 take in、 get at で、 understand、 あとあの comprehend、 自分で書いてね、 make out、 figure out、 take in、 get at、 understand、 comprehend という感じ。これで理解するっていうね、これも重要だから押さえてね。 make out、 figure out、 take in、 get at、 understand、 comprehend、 make out、 figure out、 take in、 get at、 understand、 comprehendMake out, figure out, take in, get that, understand, comprehend. で、ちなみに take in っていうのは、これはですね、他にもあって、take in イコール deceive。これ2つ、何を騙すっていう意味があります。まあ、いろんな顔を持つ take in なので、別々で押さえておくといいかなと。take in と deceive で、これ人を騙すっていう意味があるので、押さえておいてください。まあ、こっちの方がよく出るけどね。まあ、deceive も必要だし、騙すっていう意味では、ただ、せっかく deceive を分だと、take にも deceive っていう意味あるよというふうにやっておくといいかなと思います。ので、make out, figure out, taking it, understand, comprehend。これでは、とりあえず理解するってことなので、しっかりと押さえておきましょう。次です。hand、これは扱うっていう意味だね。で、扱うっていうのも、問題を扱うとかね、問題を処理するとか、まあ、いろんな扱い方があると思うんですけど、この同意表現として、hand は deal with。ちょっと省略しますね、これね。deal with, cope with。はい、これで扱うっていうね、deal with, cope with、 これも書いておく、ね、deal with, cope with と handle かな、一応書いておく、ね、deal with, cope with, handle だね。これ扱う、取り扱うっていう意味ですね。まあハンドル握るみたいな感じだね、ハンドルで、まあ取り扱う、ハンドルを取り扱う感じで、 deal with, cope with も取り扱うっていうような感じなので、取り扱うっていう意味でございますよと。次です。 hesitate to be、 これは to be することをためらうっていうんだね。 hesitate to be、 to be することをためらう。次、dismiss、 これは解雇するってことだね。で、ここに書いちゃうね、解雇する。レイオフ、カタカナで聞いたことある人いると思うんだけど、これも解雇するっていうんですよ。同じように書いていきましょう。レイオフと dismiss だね。あとはファイヤーっていうのもあります。ファイヤーするとかね、言ったりしますけど、あのよりね、生活水準を上げてもう働かなくていいみたいな感じでファイヤーするって言ったりするけど、そうじゃなくて解雇するっていう意味もここありますので、レイオフ、ファイヤー、ディスミスだね、解雇するっていうことでございます。ここも押さえておきましょう。逆にじゃあ雇用するって何て言うかっていうと、これもいろいろあるし、他の動画でも言ったんだけど、インプロイとか、あとはハイヤーとか、インプロイ、ハイヤー、これエンプロイって言わないで、インプロイですね。 EMEN はインって言います。EM とか EN ね、Employ、Hire で、あとは Adapt、 これも採用するっていうのね、Adapt、 ここでやらないか、こっち消しちゃうね、 Adapt、 採用するっていう感じ。まあ、Employ、Hire、Adapt で、 Lay off、 Fire、Dismiss、 まあ、順番なのもいいんだけど、とりあえず解雇するっていう感じ。これは解雇するで、これじゃあ雇用するだね、採用するとか雇用する。はい、で、次、Maintain、 これは維持するっていう意味とか、主張するっていう意味があるんだけど、とりあえずどういう表現書いてますね。メインテインと、ちょっと省略ね、メインテインとサステイン。これで維持するとか主張するっていう意味があります。まあ維持するっていう意味の方が重要なんで、そっちで覚えておいてもらえばいいのと、例えばね、どっかちょっとやろうか迷いますが、例えばこんな感じ。I think、ざっと何々って続く部分があるじゃないですか。ここに I maintain って続くことができるんですよ。maintain that SV。はい。で、要はこれ maintain でも sustain でも think でもこれ何でもいいんですけど、動詞があってざっとってきてたら、動詞があってざっとってきてたら、この動詞は絶対に言うとか思うとかっていう意味になるのね。言うとか思う。なので、メインテインだろうが何であろうが何でもいいんですよ。メインテインに
この主張するとかね、いう意味があるとか別にどうでもよくて、メインテインの後ろにザットが来てたら、あ、なんか言ってるんだなっていう意味で押さえておけばOK。とにかく動詞ザットって来てたら、この動詞は言うとか思うとかしかならないから、一応便宜上言うって書いてもね、 think だと思うだけど、あの say とかもそうだね、 say that とかあるよね。だからこれちょっとキリがないので、別に動詞何でもいいわけ、もう正直な話、もう何でもよくて、動詞ザット SV ってなったらもう絶対言うって意味になるから、まあ、そこ押さえておくと、知らない単語出てきてもビビらないかなと思います。長文が出てきてもね。だからメインテインに主張するっていう意味を押さえるんじゃなくて、みんな I think ぐらいわかるんだから、使う場合は I think で OK、 I believe とかねで OK だから、じゃなくてメインテインに主張するっていう意味よりも維持するっていう意味の方が大事なので、そこをちょっと押さえておくと、より点数に結びつきやすくなりますよと。だから動詞ザット SV、 この形を押さえておいておければ全く問題ないし、何よりこのテインってやつね、テインっていうのはその接尾語、後ろの方に来る形で接尾語っていうんだけど、あの後ろの方に来るこのテインで終わるものっていうのは、なんか維持するって意味があるぞ。何々テインっていうのは維持するって意味があるのね。だからメインテイン、サステインってまさに維持するじゃないですか。はい、あとはゲインとかそうだよね。ゲイン、まあエインってなってるね。このゲイン、テインになってないけども、ゲイン、ゲインで、ここも L って言うでしょ。なので何かを維持できるってことは、それがものがあるからだよね。だからこれはこのゲットと維持がなんか重なってる感じね、ちょっと分からないけど、ゲットとテインってのが重なってゲインってなって、手に入れるとか維持するとか、あとリテインとかもそうだね。はい、このテインだから維持するって感じ、保持するって意味があるね。だから何々テインってなってたら、なんか一緒にあるんだな、維持してるんだな、手に入れたんだなっていう感覚を押さえておけばいいかなという感じです。まあここは覚えてほしい単語だから、ぶっちゃけね、このまあまあ押さえておいてもらってもいいんですけど、こういう形に気づけるとより覚えやすくなるかなというふうに思うので、ぜひ、ね、参考にしてみてください。では次ですね、これはちょっと文で書いちゃってますけど、 It matters、 これ単品で覚えておいて、重要だって意味、 matter だけでしようと思ったんだけど、この形で出てくるから、もうこれ押さえておけば OK です。 It matters、 That matters、 〇〇 matter、 〇〇 matters で、それは重要だってことです。大切だ、 It is important と同じ意味なので、 It matters で大事だよっていうね、これは単品で押さえておいてください。では最後ですね、 participate in ですね、これ参加するっていうね、まずは join、 あとは take part in、 part in で participate in、 ちょっと省略しますね、 participate in、 はい、join、 take part in、 participate in で参加するっていうね、これを覚えてね、 join、 take part in、 participate in、 参加する、 join、 take part in、 participate in、 ちょっとこれ participate 長いから気をつけて、 participate、 ここね、 participate in でアクセントです、 participate、 participate、 participate、Join, take part in, participate in という感じでございます。参加するですね。さあ、いかがでしたか ?16 から30までやってきました。意外と15個の紹介なんだけど、いろんなね、単語を派生的に紹介してますので、もうちょっと量は増えるかなと思います。いずれにせよ一人でやるよりかね、こうやって解説聞いてやった方がより定着しやすくなると思うので、ぜひ次回以降の動画も楽しみにしていてください。チャンネル登録もぜひお願いいたします。お疲れ様でした。